こんにちは、サムゲタンです。今回は不朽の騎士の詩編、歌編、水底に隠れた炎、はい、シナリオクリア後に獲得 SSR キャベット、はい、こちらが最終のチャプターになるかと思います。はい、おそらく死ぬまで、はい、私はそこで238,900回蘇ったんだぐら、はい、なんだね、めっちゃ気になるこれ。はい、ということで、で一応今回のこれチャレンジ、このトロフィーの獲得するやつ、これも取るとここまでもらえるっていう形かな。まあ、SSR キャペットとは別の要素でってことだと思う。一応昨日までで一通り全部ここ3分の3って埋めていったので、で今回これやろうと思います。はい、レベル40死ぬまで。いやー、このストーリーも結構好きで楽しみながらやってたんだけど、いよいよ終わりか。アレクト、なんか見覚えあるな。我が輩が殻を破った時からずっとずっとお前を探していたのだ。そんな気色悪いこと言うな。赤竜だろうとなかろうと私にはもう関係ない。あれ、どういうこと、ちょっと話分かってないぞ。ん、なんだ、誰これ。前回の最後であれ、どうなったっけ、覚えてない。ちょっと後で見返そう。我が輩にそんなこと言うでないのだぞ。お前に嫌われてるみたいなんだ。知り合いってこと。嫌いではない。知らない奴を嫌う理由はない。だけど赤竜は私の親友を奪った。なんか話飛んでるような気がしてしょうがないけど、そんなことないかな。親友具を、その人間の言葉は火を吹いていないのに舌が急に熱くなるくらい気持ち悪いのだ。この言い方からして、なんかあれ、竜的な何か。あの人間が我が輩の母ちゃんを殺したのだ。キリルのことかね。戦って戦って体が灰になるまで戦って。ん、ちょっと分かってないな。前回ってだってゴーレムみたいなのと戦ってたよね、この船の上で樽を利用して。あれ、その後のストーリー、あれ覚えてないな。まあいいか、とりあえずアレクトの召喚物を消滅。召喚物ってこのモンスターのことだね、きっと。まあとりあえずオートでいいかな。まあ問題なく。そして我が輩を無視するでないなのだ。難しいな。読むのが難しいよ。ワープしてきて、なんだこの光ってんの。あ、これあれか、交渉なんだっけ。なんかこれを掘ってたんだよね。赤竜が交渉から竜の炎の力を吸収している。止めないと力が増しそうだ。おっ、おっと、こういう展開で現れるんだ。キリルって言ってんね。もうキャペット、キリル。これはもう本編というかメインストーリーの方というか、プロフィール、キャペットのプロフィールにもそういう説明書いてあると思うし、まあグランダルに関しても、まあこれ知らない人もいるかもしれないけど、まあプロフィールに書かれてます、このグランダル系の話が。ちょっとこのぐらいにしとくけど。キリルが現れた。で、違うって言ってる、キャペット。赤竜に対抗する人間に力を貸す英傑。人と竜の殺し合いを再び勃発させないために、自らアレクトの復讐対象になるだって。でもキャペットに関しては持ってないので、ちょっとさ、あのプロフィールとかも確率な形では見たことはない気がするんだけど、赤竜は殺すな、動きを止めるんだ。どういうこと、じゃあ赤竜ってこと、これが。キリル突然出てきて何なんだ。また私に黙って私が知らない力を使うのか。彼女はまだ幼い。力の大部分は今吸収している交渉の竜の炎からだ。吸収を阻止すれば抑制することができる。殺す必要はないんだ。何言ってんだキリル。赤竜を見逃せてシュペリ族に向かって行ってるのか。竜との戦いで散ったシュペリたちの悲願を果たすなって。どうしちゃったんだキリル。何があったんだ今まで。一体赤竜を殺すとあなたも死ぬ。今を生き延びたとしてもいつかどこかで流血の契約で死ぬことになる。よく分からん。流煙の交渉の近くに行くとこれだよね。アレクトの力の吸収を止められる。全部の交渉から輝きが消えるとアレクトの技が阻止できる。とりあえず乗っかれってことだね。あれ、オートになってる。まずい、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 まずいです。乗らなきゃいけないんだ。あれ、オート止まってるよね。とりあえず乗ろう。あれ、え、どういうこと、乗るわけじゃないの。あ、これはもう押さえてんだ。どういうことか。この人に隣に行けばいいってことかな。そうだね。あ、やべ、こっちがあった。
を先に行こう。これがいつも回復がどっちがどっちかがわからない。あ、違う違う違う。範囲回復、団体回復。この人はこれ、こいつを攻撃しようか、ガードをすべきか、ガードをすべきか、ここでガードにしようか。この人にここ行ってもらおう。届かんか。母ちゃんが残してくれた力がよくも力の吸収を阻止して隙が生まれた。歩くと全力で抑えるんだ。こうやって4個あの石を押さえた状態だから、これでも戦える状態ってことだね。きっと届くか、届く。こいつでこいつ、あれ先に回復をしたいとこだけど、まだ死なないから大丈夫かな。あ、やるかな、先に一応回復するか。終了。倒しはしてないね。ギリギリ HP、 あ、そこそこ倒さないっていう、そういう話か。キリルはもういない。鎧を脱いでくれないか、私のために。触らないでくれ。鎧の下にあるのはあなたも知らないものだ。中身どうなってんだろうな。流血の契約者でない私はあの不朽の空間からは出られないとばかり思っていたんだ。赤髪のミコ、ミコって言うんだっけ、が来るまでは。私はそこで23万8900回蘇ったんだから。あれ？ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと思うところがあり、まあいいか。初めて出会った日からあなたが赤竜を殺しに行く日まで、私はずっとあなたの数々の死を見てきた。え？どういうこと？ようやくあなたが死なないで済む方法を見つけた。それは流血の契約と不死の祝福を分けること。赤竜と共生し、不朽の空間ではなくこの現世で赤竜と戦い続けること。そう、わからん。ということはなんとなくわかるけど、不朽の空間っていうのがどういう状態だったかっていうのをちょっとあんま覚えてないんだよな。だが、なんだ、この赤竜の子供は卵を産んでいない。次の世代がいない。卵をね、私はこいつと死ねばシペリの竜殺しの因果が終わるってことだろう。私がさせない。23万回も蘇ったのに相変わらず硬い頭をしてるんだな。そのことについてはもうすんなり受け入れたってこと？どういうこと？あれ、もともとしてたわけじゃないよね。ナット村長が変異魔になった日のことを覚えているか？こんな時に何を？鉱石を掘って1年ずっとあいつが言っていたことを考えていたんだ。あの時の私は何かを感じていたけど、その違和感をうまく言葉にできなかった。ようやく分かったんだよ。人間ってさ、他人に決められた生き方をしたくはないんだ。それが幸せとか愛とか綺麗なもので飾られた生き方でもある。私の気持ちを考えないのか。そりゃそうだよね。あなたの23万8901回目の死を見届ける私の気持ちを、今回がそうなっちゃうのを避けたいってことだよね。言ったじゃないか、ハヤブサとリワイダが一族シペリ、逃れられない死がやってくる。ずるいのはあなただグラン。私があなたを生きながらさせる方法を知ってるって分かってて言ってる。どういうこと？だってさ、その身勝手さがキリルじゃないか。おっと、これはもう戦っちゃってるってことだね。歩くとどうなった？お、相打ち両方倒れた。おっと、なんか来た。あれ、こいつさ、あれ、赤髪の預言者的なやつって俺のこと？ん、私の魂をこのキャベットの鎧に定着させてくれた代償に、何時の不朽の空間と融合して私の命の核を渡そう。ちょっと理解できないけど、核を渡そう。あ、なんか引き換えに、まあ、交渉してたってことか。なんかね、こいつね、そのね、このだからやってくれ。わかりました。約束通り彼女を竜の地で蘇らせます。ちょっとメインストーリーの方にもこれ絡むところ、密接に絡むところがあって、事前に分かってた部分があるんだよね。なんていうか、プロフィール、各キャラのプロフィールにいろいろストーリー書いてあると思うんだけど、
けれど一つ言っておきます。この方法で蘇った彼女はもう元のグランダルではありません。何時ら四天使にはわからないだろう。四天使、ヘレガも四天使ってこと。私たち人間は生きていさえすればそこから希望が見出せるんだ。そうそう、この伝説の物語とは別に進行している現代のストーリー、通常見る画面の方で、実はここら辺って密かにこう描かれてるんだよ、このストーリーが。各何人かのキャラのところに。そうっていう展開があって、あ、もうあれじゃん、映ってるじゃん。とりあえずヘルが赤髪の踊り子、不夜城に住む赤髪の巫女、何やら秘密があるようだ。どんなお客様にもいつも笑顔。てかもうクラリス映ってね、まあ、ここまで見たんであればもう問題ないだろうけど、そう、実はクラリスのプロフィールにこのグランダルっていう名前こそ出てないんだけど、この過去のストーリーについて触れられてるシーンがありました。はい。でこれどういうことかっていうと、私は誰だって言ってる通り記憶失ってます。で赤髪の預言者になんか生き返らせられたっていうストーリー展開もプロフィールに書かれてるのね、クラリスのところに。なんかかつて竜に戦いを挑んで命を落とした、で赤髪の預言者の力によって命を取り戻した、復活したけど過去の記憶はもう残っていない。かつて共に竜に戦いを挑んだ旧友のことさえ記憶にはないみたいな。要はそれがキリルでありキャペットだから、キャペットとして復活して、まあメインの方でもキャラとして登場していると思うけど、このクラリスはキャペットのことを覚えてない、キャペットは覚えてる状態でみたいなことだと思います。竜殺しと竜が混じった竜の血族、キリルシペリ、わからないだけど、なぜだその響きは不思議な感覚を思い出すけど、それが何かわからない。あなたの記憶が燃え上がったエデルワイスの花のように、自身が背負った運命を知らず、その個人のことも記憶から焼け落ちました。もう何も覚えてないってことね。水床に炎が見えるんだ、だけど波紋ガチャ回してよく見えない、教えてくれミコ、私に道を示してくれないか。では竜の血族よ、キングスランドにある鎧の金の神殿に赴きなさい、そこで彼女を探すのです。まあ、要はキャペットを探せってことかね。けどキャペットのアビリティのなんかこう連携みたいなところを見ると、リチャードってなってんだよね。なんかそこら辺もともと舞台がキングスランドだったんだっけか、今回のやつ。はい、とりあえず SP 死ぬまでっていうところで、このチャレンジ、これ、SP バージョンか。そう、チャレンジを達成しなきゃいけないので、はい、これ順番にチェックすると、1ターン目でリザード3体撃破、8ターン内に赤竜アレクト撃破、味方が3体以上不安定エネルギーを獲得。ちょっとやってみないとわからない。とりあえずやってみます。はい、1回やってみてダメで、ちょっと巻き戻しっていう形で今やっているところです。まず、チャレンジのうちの一番簡単そうな1ターン目にリザードを3体倒すっていうのをとりあえず狙ってちょっとやってみよう。なんか他のと兼ね合いで考えると、これをまずやっちゃって大丈夫かなって不安もあるんだけど、アレクトの攻撃が結構強かったりするので、まあとりあえず順番に1個ずつクリアしていかないと、これで1つクリアして次の回未達成で次の回やるときはちゃんと1個だけはクリア状態になってるので、全部いっぺんに達成する必要ないので、とりあえずまあリザードを倒そう。まあ、攻撃力あるものとしてはクラリスとシャーロット、リチャードはまあガードに徹して、あ、エリカもいるか。エリカ、シャーロット、クラリスか。んで、なんか光ってる石、宝鐘みたいなやつ。あれの隣に立って、そのアレクトの能力を制限しなきゃいけないみたいになってるんだけど、まあ、最初はそれをやるとして、その後、しばらく時間経ってまた復活しちゃうんだよね。その時にわざわざ戻ってまで石のその光ってるのを止めるのを優先すべきか、それとももうゴリゴリ押してっちゃうべきかみたいなとこをちょっと気にしつつ、なんか多分石が1個復活することに結構強化なんか戻っちゃうというか強くなってるような気は漠然としたので、そこのさじ加減がどんなもんか。はい、とりあえず8ターン内に赤竜アレクト撃破と、もう一個不安定エネルギーっていうのがよくわかんないけど、もうそこはちょっとわかんない。とりあえずもう適当に戦ってて、取れたら達成できたらラッキーかなぐらいでやろうと思います。リチャードね、リチャードがな、ちょっといまいち攻撃も防御もあんまり強くないので、もちろん育て方次第だと思うんだけど、なかなか悩ましいところかなっていう感じです。とりあえず今もう光っちゃってるから、これ一回取りに行った方がいいよね。とりあえずシャーロットでこっちを消し戻して、ここはクラリスで取ろう。いや、ちょっとなかなか悩ましい。攻撃するタイミングがなかなかない。移動距離の多い、まあ、クラリスに回ってもらうのが一番だけど、
でもあれか、一回消した時に再行動できるっていうのが、まあ救いか。そういうことだよね、多分これ今。もう一回アビアボケたんだもんね。これで、石がまだ一個光ってる。アレクトだよね、名前。アレクトの隣のとこ。ちまちま削りつつ。そこにな、リチャード置いといたらいいかな。そこ、ここにリチャードを置きたいとこだけど。大地をかける炎よ。よし、こっち置いて。クラリスじゃない。アレクトに対してどんぐらい耐えられるもんか。でも属性不利じゃんね。でも、光は消したけど、また復活した。そう、この繰り返しなので、行ったり来たりが激しい。だったらそんなことする間に、がっつり攻撃しちゃったらどうかとかも思いつつやってるけど、どうなんだろう、どっちを優先するかっていう。とりあえずちょっと攻撃しよう。シャーロってどんぐらい削れるか。全然じゃん。結局光ってるからあんま削れないのかな。守るための戦いだ。もういろいろ試しながらやるしか。倒すだけならまあできるとは思うけど、この条件を満たしながらってのがなかなかきついよな。まあ、今回に限らずだけど。金は用意したか。とりあえずこっち置いといて、これすでに立っている場所で光が戻った時でどういう風なんだろうね。リチャードでこっち取りたいけど、でもガード要員として残したい気もするし、とりあえず回復するか。一旦回復して、でリチャードで、よっしゃナイス。気を見せましたね。リチャードをこっちに持ってって、ちょっと移動距離が少ないからな。もうちょい移動できてくれたら。あ、そういうことで、あ、届かないね。今一歩届かず。よっしゃクラリス、お願いします。ぶったれてくれ。もう全然削れん。これ厳しいな。やべやべやべ、死んじゃった。まずくね。もうヒーラーいなかったらもう無理でしょ。ちょ、一応クラリスとシャーロットで火力はある程度あるけど、クラリスは火属性同士であんまダメージ入んないしな。ちょ、粘ってなんとかやるしかないけど。いやー、これはなんかでも HP だいぶなくなってるけどね。守るための戦いだ。よし、リチャード、ナイス。これで4つとも消えてるよね。今のうちにぶん殴れ。頑張れクラリス。お、クラリスが、お、あ、やっぱあれ1個消すだけでだいぶ下がってんのかね。防御も一気にダメージ入るようになってる。ってことはやっぱちゃんともう光を消す方優先だね。よっしゃ、3つ達成しました。よし、8ターン内にアレクト撃破と1ターン目でリザード3体でしょ。で、あとは、この不安定エネルギーがよくわかんないけど、3体以上が来る。なんか、まあ、見た目が食らってたってことだね。多分食らってるようなものだよね。はい。ってことで、一応、伝説不朽の騎士の詩編、歌編、クリアとなりました。はい、チャレンジ3つ達成。で、これ24枠届いて、これがもらえる状態になりました。シナリオ、チャプターが8まであって、で、各回のこのチャレンジ、トロフィーのやつ、チャレンジ達成して、まあ、今日ので24まで。各トロフィーチャレンジ 3×8 で伝説イベント限定バッジ、はい、ゲットとなりました。いやー、これで終わっちゃったな。結構日課的に毎日やっていて、ストーリーとかの感じも好きだったので、メインと絡む感じもちょっと楽しみにしたけど、ちょっと今後寂しくなるかなっていう印象が。はい、で実際にちょっとキャベットを見てみよう、せっかくなので。はい、一応倒し終わって、ここの英傑一段一番下のところに、ここボタンカラーになって押せるようになりました。召喚ボタン、これもともと英傑の一覧にはこのキャペットのかけら1個で持ってる時点でグレーで表示されてたはずです。はい、まだチェックしてない人は下の方まで行くと出てくるはずなんだけど、でこれが全部クリアしたことによって押せるようになってます。ちょっとここで召喚ボタン押してみます。戦いを止める力が、よっしゃ、また増した。取れたぞ。おお、でもキャペットこれを入れる余裕があるかなんだな、この構成に。雷属性か。とりあえずこのまま一回装備してみよう。復活装備で。あ、斧の人なんだ。ストーンなんだ。まあ、とりあえず、マックスにしとっかな。SSR だし。結構なくなる、もしかして。あ、でも、うちはそんな減らずに済んだか。アビリティはまたちょっと今度見よう。ここの装備も。とりあえず、今回はこんな感じで、レアリティのあれ書いてみよう。はい、キャペットをゲットしました。伝説クリアで。はい、で、一応、無課金でやっているので、SSR これで6体になりました。まあ、配布に当たるような、今回のキャペットみたいな感じでもらったものが、クラリスとキャペット。まあ、伝説の絡みもあってってことかもしれないけど、配布になってるのが。
はい、でその以外は4人、まあ、自力で無課金で引いたって感じです。あ、こんな感じでとりあえず、ほぼ毎日動画アップするようにしているので、単純にストーリーだらだら進めるだけのこともあったり、あとはなんか新しい要素とか追加された時にも動画上げたりはしているので、よかったらチャンネル登録フォローなど、そして今回の動画何か参考になったとか楽しめたとかあれば、ぜひ高評価コメントなどお願いします。